こんばんは、勝則です。今日も食事の内容と体重の変化を記録投稿していきます。今日は親戚からいただいた焼き紅鮭ですね。焼き紅鮭、これをサムネイルにします。で、卵 FL4 個です。 FL4 個で、ウインナー3本食べやすい大きさに切って炒めています。ここに卵を入れます。で、白ご飯です。で、人参、人参、生人参1本、これサラダ代わり1本食います。で、肝心の体重です。何キロかな。日曜日でね、水分ほとんど取ってないので、多分まあ昨日よりは減ってると思うんですけど、体重 57.4 です。体重 57.4、 体脂肪率 15.4、 基礎代謝1312、内臓脂肪レベル6、筋肉量 46.1、筋肉量スコアマイナス2、推定骨量 2.5。 はい、で、はい、ウインナースクランブルエッグですね。はい、ウインナー3本、LL の卵、4個によるウインナースクランブルエッグです。で、焼き紅鮭ですね。焼き紅鮭で、人参1本で、デザート、パートレットペア洋梨ですね。洋梨の缶詰、これがデザートになります。で、何がしたかったかというと、これがしたかったわけですよ。紅鮭茶漬けっていうわけじゃないですけど、紅鮭飯ですね。紅鮭飯、これがしたかったんで、で、他はさっさとやりました。はい、今日はこれで終わらさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。